どうしたんだ。断崖は相当な難所らしい。ここらで一度休んだ方がいいと思う。でもシオンは待ってるんだよ。だからこそだ。え？断崖とやらがどれほどのものだろうと、我々の真の脅威はその先のボルラーンだ。ここで焦って消耗はできない。ましてや怪我は論外。そういうことだな。はい。それにアルフェンもまだ本調子ではありません。俺なら大丈夫だ。そうか、なら私が休みたい。それなら文句ないな。分かったよ。暑いな。ああ、同じ暑さでもカラグリはもっと乾いてたのに、ベタベタして気持ち悪いや。おまけに蒸れるし、虫も多いし。大丈夫フルル？フルル、確かに。ただ歩いているだけで体力が奪われていくようだ。木が生い茂っているせいで見通しも効かない。みんな隊長と敵の両方に気をつけろ。こういう時はさらに熱い風呂にでも入ってさっぱりするに限るな。どこにあるんだよそんなもん。アルフェンはあまり辛そうじゃないね、そんな格好してるのに。ああ、今まであまり感覚がなかったせいか、この暑さもどこか新鮮な感じがするんだ。それせっかく感覚戻っても結局倒れるんじゃ。そういえばマハバルはどうしたんだ。まさか見つかってないのか。探しはしたんだ、海岸の行けるところまで。だけど他の船員さんも私たちも全員いた。ただマハバルだけが見つからなかったんだ。そんな、彼一人がまだ船と共にあるのかもしれん。海の底でか。クソ。とも限るまい、我々が皆同じ浜辺に打ち上げられたのに、船の方は破片一つ見当たらなかった。どこかで生き延びているかもしれないと。可能性の話だがね。いずれにせよ海の上であれ下であれ、今の我々に探す術はない。進むしかなかろう。分かった。なあ、今更だけどさ、アルフェンってどうやって300年も生きてるんだ。わからない。レネギスを離れてからカラグリアで気がつくまでのことは今も思い出せないんだ。まだ戻ってない記憶があったのか。一部の星船には眠ることで死を遠ざける装置があると聞く。本来は怪我や病に対する治療を得るまでの一時的なもののはずだが。それで300年眠り続けてたっていうのか。なんでそんなことに。君を逃がしたネウェリがそうした可能性は。どういう意味だ。レナである彼女なら君より星船の操作を理解していたのではないか。彼女がわざと俺を300年眠らせてたとも言いたいのか。ティオハリム、それは言葉が足りなかったようだ。ただ私は気になっている。シオンとミコ・ネウェリ、誰かが300年前の誰かの血を引くのは当然のことだ。だがその両方が同じ人物、つまり君に関わっている。これは偶然なのか。俺に聞かれたって分かるはずないだろ。いずれにせよネウェリがそうしたというのでないなら何か手違いがあったのだろう。複雑な機械は往々にして故障を起こすものだ。誤解を招いたのは謝罪しよう。ねえ、思ったんだけどさ、アルフェンの仮面って心を抑えたりするものだったんだよね。それって眠ってる間ずっと被ってたんだよね。そうなるだろうな。300年間ずっと。
ねえアルフェン、もしかしたらそれがアルフェンの記憶がなかった理由か。そして最も強く心に残っていた光景だけが夢として現れた。なるほど、筋は通っている。痛みが戻ったのも仮面が取れたことと関係あるのでしょうか。あり得るな。詳しいことはわからないが、精神への影響が肉体にも現れたのかもしれん。どうなってすまなかった。おかげで自分の謎が一つ、いや二つか、解けた。気にするな。私はどうやら空気を読むということが下手らしい。自分でそれを言うとことかな。シオン、無事でいてくれ。焦る気持ちはわかるが、休むときは休まないとダメだぞ。そうだよ、いざって時に力出ないよ。そうだな、ありがとう。うん、絶対にシオン助けようね。シオンを助けに行くことに迷いがあるのか。そんなことない、シオンは仲間だもん。私が憎んでいたのはアウメドラ、あいつが私にとってレナの象徴だった。でももう種族でくくるのはおかしいって。シオンとあの女は違うって思うから。そうか。ただアウメドラのことは別、私は殺さないって決めたのに勝手に殺されて、ざまあ見ろって思った私がいて、なんで勝手に殺されてるのって思う私もいる。でもじゃあ私が殺したかったのかと考えたら違うし、だからって生きてて欲しかったのかっていうとぐちゃぐちゃなんだ。どう受け止めればいいのかわからない。そのままで良いのではないか。え？お前は何も間違ってなどいない。信じていたものが崩れた時混乱するのは当然だ。お前は憎しみに任せてアウメドラを殺さなかった。きっとそこにこそ意味があるのだと思う。今は時間をかけてそれについて考える時なのではないか。考える？あくまで私の考えだがな。私もまだ模索中の身だ。そっか。うん、私も模索してみるよ。ありがとう、キサラ。うん、見た目も味もバッチリだ。私は一人。行こう、シオンが待ってる。
怖。気をつけろ、何かいる。こいつはすんなり通してくれそうにないな。足場に気をつけろ、落ちたら一巻の終わりだ。通りたいだけなんだから邪魔しないで。無駄だ、こいつ俺たちを餌としか思っちゃいない。だったら逆に平らげてやる。ここで足止めされてたまるか。やらせて。準備完了。あんなのがいて、よくティスビミの連中は通り抜けられたもんだな。たどり着けなかった人もたくさんいたのかもしれない。じゃあ少しは通りやすくなったかな。いや、こんな道を一人でも使わなきゃならない人がいる限り、本当の解決とは言えない。本当の解決はボルラーンを倒し、スルドブリガーを終わらせた時か。そうだよな。余計な時間を食った。シオンが待ってる。急ごう。どうやら登りきれたな。やっとか。膝が笑いだす寸前だぜ。見て、あそこ。あれがペレギオン、ボルラーンの都か。あそこにシオンがいるんだな。おそらくは。おそらく、可能性の話だ。要するにペレギオンに向かうってことでいいんだよね。何か知っておいた方がいい情報はあるか。ない。ない。ガナス・ハロスとは皆輪の城塞を指す。今さらそんな知識に用はあるまい。それはそうだが、何かあるだろう。ボルラン就任以来、この国の頼りのなさは有名でね。いずれにせよ、あのボルランの牙城だ。どれだけ用心しても十分ということはあるまい。となると遠さの問題はどうやって入り込むかですね。抜け穴なんてないよね。引き返す道はないんだ。裏口がないなら正面から行くしかない。ボルラーンは俺に追ってこいと言ったなら、それに応えてやるまでだ。水の国とはいえ、また随分雰囲気が変わったものだな。こんな状況でなけりゃ頭まで水に浸かりたいとこだぜ。悪いが、今は突っ切るだけだ。シオンが待っている。なあ、分かってるって。水浴びはいつでもできるもんな。シオン、無事だといいけど。口に出すと余計不安が増すぞ、リンベル。ごめん。でもやっぱり気になるよ。どうしてボルラーンはシオンをさらったのかな。アウメドラの船での奴の物言いからは、本来の目的はアルフェンにあると見えたが、前に一度シオンはあの男に傷を負わせた。あるいはそれで興味を覚えたのかもしれん。うん、あいつ傷を受けた時も茨に触れた時もどこか楽しそうだった。普通じゃないよ。変なことされてなきゃいいけどな。変なことって、変なこと言わないでよ。いや、だって心配になるだろ。だからってそんな。二人ともその辺にしておけ。アルフェンは黙って耐えているんだ。あ、悪い。いよいよだ。みんな
油断するなよ。正面から殴り込みだ。ドキドキすんな。止まれ。ダナのアルフェンとその一味か。なぜそう思う。お前たち以外にここを訪れる予定はなく、ガナスハロスに予定外は存在しない。もう一度問う。ダナのアルフェンとその一味か。そうだ。ならば通れ。スルド・ボルラーンが居城、デルワリスに向かえ。なるほど、我々は招かれている立場だったな。中は出迎えなしか。これからどうする。まずは町の様子を調べよう。それから城だ。人影がないな。ダナの奴隷どころかレナ兵すらいないとはどういうわけだ。なんだろうこの変な感じ。敵がどこに潜んでいるかもわからないんだ。変な感じは当然だろう。違うよ、そういうのじゃなくて。あの奥に見えるのがスルドの城だろう。このまま町を突っ切るかね。さっきの兵士はそうしろと言ったな。だが問題はシオンがどこに。そうか。うまく言えないけど、この町人が暮らしている感じがしないんだ。言われてみればそうだな。妙に作り物めいているというか、レナ人の区画なのか。いくらなんでも広すぎるだろう。ダナ人だよな。普通じゃなかったよ。まさかここでもヘルガイの果実を。それにしては聞き分け良さそうに見えた。精霊力の漏出は感じたか。それは確かに感じなかったけど。でもそれじゃ一体。そういえば見張りの装甲兵もいなかったな。城の方に向かったな。あの船、何か嫌な感じがしてならない。ああ、働きに行くって感じじゃなかったもんな。下の水路は城まで通じてるようだ。城に向かえば何かわかるかもしれない。
薄気味悪いったら、ね、ロー、足震えてるよ。え、嘘嘘。ダメだ、行き止まりだ。壊すにせよ乗り越えるにせよ少々骨が折れそうだな。これは見たところ城に続く道はここだけだ。柵を動かす仕掛けがどこかに。何、今度は何が始まったの。おい、あれ、今のは挑発だ。わざわざ我々、いやアルフェンに見せつけるための。シオンをさらい、人々を犠牲にして、俺一人を呼ぶのにこんな真似をする必要がどこにある。答えろボルラン。お前のせいではないアルフェン、断じて。ああ、分かってる。俺の手は汚れている。それでも奴を止めるため、俺は進む。行こう。やはり先の人々は、ああなんてことしやがる。我々はそういう男を相手にしている。肝に銘じておくことだ。自分がどうなるか分かってたのかな。そうは見えなかった。ただただ言われるままという感じだった。言われるままボルラーニってことだよな。ずっと支配されて、言われるまま命を差し出して、そんな死に方をするために生まれてきたの。そんなのって、奪われるのが奴隷なら、あれこそ究極の奴隷の姿だ。あれを敷いた奴を俺は絶対に許さない。
シオン！待て！様子がおかしい。無事か？助けに来たぞ。もう大丈夫だ。触れるのを拒んだから。そうだろ、シオン。お前は一人じゃない。ローもリンウェルもいる。キサラもティオハリムも俺も。
言えばわかるの。休んでいる場合じゃないな。終わらせましょう。もう一度あなたに託すわ。着をつけよう。ねえアルフェ。ん？ああ、どうした？私がいない間、何を？ずっと会いたかったアルフェ。でも、そのせいであなたが。シオンの心に触れることができたんだ。安いもんさ、この痛み。なんならご褒美と言ったっていい。何それ、痛すぎてどうかしちゃったんじゃないの？ひどいな。なんか二人ともちょっと。やっと会えたんだから嬉しくて当然じゃねえの？そうなんだけど、別にいいんだけど。それぞれに合ったあり方がある。これはこれで良きかな。多少は周りの目を意識してほしいですが。しよう。ありがとう。もう大丈夫だから行きましょう。ボルラーンを倒しに。あ、シオンから出たあれ、イバラなんだよね。闇の精霊力って言ってたけど。そうだ。だがシオンの制御下になかった。精霊術とは違う。あれほどの精霊力、イバラとは何なのだ。彼女なら何か知っているのだろう。シオン。300年前のレネギス王レナス・アルマ。そう、そうだったのね。あなたもたくさんのものを追っていた。お互い様だ。あなたが私だと思っていたのはネビリという人だったのね。私はその人の子孫なのかしら。かもしれないな。そのくらいそっくりだ。それにしてもシオンのことといい、奴隷の扱いといい、えげつないことこの上なしだな。セルドってのはまったく。まこともって宦官の至りだ。あ、いや、その、あ、悪い、そういう意味じゃ。あのイバラの暴走はボルランが仕組んだものだったのでしょうか。どうだろうな。餌としてなら誘拐だけで十分。たまたま使えると踏んだだけではないか。イバラのことは置くとしても、人質として手元に置いた方が効果的だったように思えますが。アルフェンをただ排除したいだけなら直接襲えば済む話だ。ボルラーンにはそれだけの力がある。それをしなかったのは少しでもアルフェンを苦しめるためではないかと思う。なんで、なんでボルラーンはそんなにアルフェンを憎むの？ダナ解放の先頭に立っているから。あるいはな。ただボルラーンならずとも、スルドブリガを真剣に争っている身にすれば、勝者の王がすでに存在するのは面白くあるまい。ちなみに彼と面識は？みんなと一緒に遭遇した時しかない。結局謎だらけってことだよね。別にあの野郎ぶちのめすってことは変わらないだろ。単純でいいね、ローは。